金持ち父さん貧乏父さんを読むとあなたの不動産投資は失敗します <music> あなたはロバート清崎さんの金持ち父さん貧乏父さんを読んだことはあるでしょうかこの本は2000年に日本で発売されてベストセラーになった本ですがこの本に影響されて不動産投資を始めたり 起業された方はとても多いと思います。僕もこの本に大きく影響されてその後起業したり不動産投資を始めた一人ですが、当時の僕と同じようにこの本を読んで脱サラをしたり不動産投資を始めた人は多いでしょう。確かにいい本ですし、多くの方に読んでいただきたい本ではありますが、こと不動産投資に関しては著者のロバート清崎さんとは真逆の考えを僕は持っています。そして彼の考え方を鵜呑みにすると、 不動産投資で成功することはもとより今の日本では失敗する可能性が高くなってしまうんですよそこで今回はなぜ金持ち倒産貧乏倒産の内容を鵜呑みにすると不動産投資で失敗しやすくなってしまうのか具体的にこの本のどこを参考にしてどこは参考にすべきではないのか詳しく解説していきたいと思います 今回の動画を最後まで見ていただければ、アメリカと日本の不動産市場の違いが明確になるだけではなく、今後のあなた自身の不動産投資戦略がより明確になりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは、有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております。不動産投資のほか、経済、株、金融、そして企業にまつわるトピックもどんどんアップしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 ラそして音声ラジオのボイシーも毎朝7時に公開中ですぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいですさて今日は3つのトピックで進めていきます1つは金持ち父さん、貧乏父さんってどんな本 ?2 つ目にこの3つは絶対に真似するなそして最後に金持ち父さんの5つの教えについて解説していきましょうそれではまず金持ち父さん、貧乏父さんは どんな本なのか解説していきましょう動画のタイトルとはちょっと矛盾しますがこの本はめちゃくちゃいい本ですぜひたくさんの人に読んでいただきたい本ですがまだお読みになったことのない方のためにどんな内容なのか簡単に解説していきたいと思いますまずこの本には二人のお父さんが出てきます一人は貧乏父さんとしてロバート清崎さんの実のお父さんが出てきます彼は一流大学で博士号を取ったほどの高学歴で 真面目で勤勉、そしてハワイ州の教育長まで勤めたバリバリのキャリアでしたが、いつも忙しくて時間がなく、毎月の家のローンの返済やカードのローン返済に追われる日々を送っていました。もう一人はロバートの友人のマイクのお父さんで、彼が金持ち父さんのモデルとなりましたが、 金持ち父さんは高卒で学歴はなかったもののお金と自由な時間はありました。なぜ高学歴のお父さんがいつもバタバタ貧乏で、なぜ高卒のお父さんがたくさんのお金と自由な時間を持っていたのでしょうか。それは二人の考え方に真逆のポリシーがあったからなんですよ。貧乏父さんの口癖は一生懸命勉強していい大学に入って、そしていい会社に入れ。マイホームは資産だ。お金に執着するな。 国のために税金をたくさん払え。それを買う金はない。一方で金持ち父さんの口癖はお金の奴隷になるな。マイホームは塞いだ。お金を自分のために働かせろ。お金の知識を身につけて節税しろ。どうやったらそれを買えるか考えろ。こんな感じで二人の考え方には大きな違いがあったんですよね。なので貧乏父さんは安定した収入はあるけれども稼いだお金は ほぼ全額消費に回ってしまい、いつも仕事が忙しくて疲れ切っていました。一方、金持ち父さんは常にお金の勉強をして、稼いだお金を不動産やビジネス、そして株に投資していました。 そして金持ち父さんはそこから得られるキャッシュフローで生活していたんですよ。貧乏父さんは勉強をしていい大学に入っていい会社に就職すればいい暮らしが実現すると信じていたのに対して金持ち父さんはお金がお金を生み出す仕組みさえ作れば自由な生活が手に入ることを教えてくれました。この本は20年以上前に書かれた本ですがこの日本にも 未だに貧乏倒産の考え方が根強く残っている部分があると思います一方で今不動産投資でファイヤーを達成している人たちは当時この本を読んで実際に行動を起こした人ではないかなと思います実際にロバート清崎さんは貧乏倒産の考え方を反面教師として金持ち倒産の教えを愚直に実行していくことになります 彼は大人になって一度ゼロックスに就職しますが、1977年にサーファー用のビリビリっと剥がれるベルクロ財布を開発して、これが世界的な大ヒットになって種ゼニを稼ぐんですよ。その種ゼニをもとに不動産投資で財を成していくことになりました。いかがでしょうか このようにファイヤーをこれから目指す人は非常に参考になる部分が多いので、ぜひ金持ち党さん貧乏党さんを読むことをお勧めしたいんですが、絶対に真似してはいけない3つのポイントがあるんですよ。 それを具体的に解説していきたいと思います。まず一つ目はアメリカと日本の不動産投資マーケットの違いです。本書の中でロバート清崎さんは不動産はできるだけフルローンで買ってしばらく保有した後にそれを転売して儲けた利益をもとにまた不動産を買ってさらに転売して資産を増やしていくことを指南しています。ところがこの投資手法は不動産転がしといって不動産価格が 長期的に上昇していくアメリカだからこそ実現するのであってそれをそのまま日本の不動産マーケットに当てははめることでできないんですよアメリカは未だ人口が増え続けていて経済成長もしていてそれに伴って賃料も上がっていくので不動産が上昇する余地が十分にありますしかし日本はすでに人口が減少していて バブル崩壊以降もう30年も経済成長していません。なので今の日本で不動産価格の上昇を見込んで投資するのはあまりにも危険すぎます。その分日本はアメリカより不動産価格が安いので賃貸入り回りで 不動産投資を考えるべきマーケットだと言えますネをしてはいけない2つ目のポイントはフルローン投資を鵜呑みにしないことです本書の中でロバートさんは自己資金を少なくローンを借りてレバレッジを大きくかけた不動産投資がベストだと語っていますが日本での不動産投資はフルローンを組んで投資するのは大きなリスクがありますもちろんそのリスクをマネジメントできるのであればフルローンもいいですが フルローン投資を盲目的に信じて投資に走るのは危険です。現に最近フルローン投資をして破綻状態に陥っているサラリーマン投資家も多いわけで、フルローン投資を盲信してしまったツケを食らってしまったと言えます。真似してはいけない3つ目のポイントは、ネットワークビジネスを推奨している点です。本書では雇われ人になるのではなく、ビジネスオーナーになることを勧めるくだりが出てきますが、 ネットワークビジネスをすればそれが実現するわけではありません自分の労働量に依存しない権利収入を得ることで生活を成り立たせようという点においては納得なんですが権利収入なら不動産賃貸収入でそれが実現するわけでネットワークビジネスを推奨するのは違うのかなと思ってしまうわけですよ結局彼がこの本をきっかけに自身が開発したキャッシュフローゲームを 彼のネットワークビジネスの仕組みを作って売ろうとしていた魂胆が見えてしまってしたたかな人だなぁとある意味感心してしまいましたしかしこの3点を差し引いて読めばお金のために働くのではなくてお金は自分のために働かせるべきということがよくわかりますのでめちゃくちゃ参考になることは間違いありませんでは最後にこの本に書かれている金持ち父さんの教えで 特に重要なポイントを5つ解説しましょう。まず1つ目は、お金持ちはお金のために働かないということです。今お金持ちでない人は、お金のために働いている限り、絶対にお金持ちにはなれません。住宅ローンとか毎日の生活費を稼ぐために働いているというのは、自分の労働力と時給を交換しているようなものだからです。自分の労働力や働く時間というのは限られていますので、 すぐに限界が来てしまうんですよ。一方はお金持ちは稼いだお金で株や不動産を買ってその資産から生まれる収益で生活しています。さらに自分のビジネスを作ってお金のために働かなくてもお金が稼げる仕組みを作っています。二つ目の教えはお金の流れを理解するということです。本書でロバート清崎さんは 負債ではなく資産を買いなさいということを繰り返し書いていますが、負債を買ってしまうと稼いだお金は負債の返済に充てられてしまうのでお金が貯まることはありません。負債とは簡単に言えばあなたのポケットからお金を奪っていくものと言い換えるといいでしょう。ここで言う負債とは例えば持ち家とか車とかローンになります。 実は多くの人が持ち家とか車を資産と考えていて資産だと思って買ったものが実は負債になっているということが本当に多いんですよ一方で稼いだお金で資産を買えばそこから生まれる収益で生活ができるようになります言い換えればあなたのポケットにお金を運んでくれるものが資産だと言えます例えば株不動産そしてビジネスを持てば いずれあなたはお金のために働く必要はなくなります3つ目の教えは自分の財務諸表を作るというこ,とですこれはどういうことかというと何が資産で何が負債なのか貸借対照表つまりバランスシートを作ってそれを理解しそしてそこから生まれるお金の流れを損益計算書で見える化するということですね例えばお金持ちのバランスシートは資産の方が多く お金持ちでない人は、負債の方が多くなっています。この資産と負債のバランスを常に管理して、資産を大きく、負債を小さくしていけば、資産から生まれる収益は次第に大きくなっていきます。四つ目の教えは、自分のビジネスを持つということです。もともとロバート清崎さんはゼロックスの社員でしたが、彼は昼間は会社勤めをしながら、 ナイロンとベルクロを使ったサーファー用の財布を作って起業してそこで稼いだお金を不動産に投資して資産を作っていきました最近は時代の流れによりサラリーマンの副業も解禁されてきていますプログラミングアフィリエイトライティング動画編集ネット通販など会社勤めで安定収入を得ながら副業で種銭を増やしぜひ 株や不動産に投資して資産を増やしていきましょう最後五つ目は会社を作って節税するということですなぜ会社を作るのかというと個人と会社では 同じビジネスで同じ収入を得たとしても、税金を払った後にポケットに残るお金が全然違うんですよ。つまり会社の方が税金が安いので、より多くのキャッシュを残すことができるようになるんです。例えばサラリーマンの給料は、会社から税金が引かれた後に銀行に給料が振り込まれますが、一方で会社の場合には、お金を先に使った後に税金を払えばいいんですよ。 もちろん会社で使うお金は事業に必要な経費しか認められませんがその他にも一定の収入以上になると個人よりも法人の税率の方が断然安いのでその結果会社の方がキャッシュを残しやすいということになるわけですさていかがでしたでしょうか今回はベストセラー金持ち倒産貧乏倒産について解説しましたもう一度本書の内容をおさらいすると まずお金について正しい知識を学びなさいということ次に副業で複数の収入源を作りなさいということそして最後にその収入で投資をして資産を作るということです僕はよくコップの水は途中で飲むなコップから溢れた水を飲もうという話をしますがあなたもコップという資産をどんどん増やしていけば近い将来必ずファイヤーできると思います ちなみに、ロバート清崎さんが強く推奨している不動産投資についてさらに詳しく学びたい方は、初心者でも体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのが一番です。そして、裏研不動産のオンラインサロンにつながっていただければ、不動産投資のプロから直接アドバイスがもらえますし、僕も毎日フォローしています。興味がある方は、ぜひ概要欄のリンクをご覧ください。そして、今日の動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。 このように不動産は学べば学ぶほどリスクは小さくなりますし、あなたの未来に応えてくれる稀有な投資法です。ぜひこれからも一緒に学んでいきましょう。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ